ペテロと祈りの力。ペテロはみんなにイエス様のことを伝えていこうと、すべての国を旅してまいりました。ある日、リダという町に着いた時です。ペテロは一人の男の人に会いました。その人は、体が動かなくなってもう8年も寝たきりです。イエス・キリストがきっと治してくださるよ。ペテロは言いました。さあ起き上がってベッドを片付けなさい。するとどうでしょう、その人はすぐに起き上がったのです。これを見た人々はみんなすぐに主を信じるようになりました。ここはヤッファという町の近く。人々は悲しくてたまりません。なぜって、ドルカスというクリスチャンの女の人がたった今死んだばかりだからです。友達はドルカスの体を土に埋める準備をしていますね。それからドルカスを上の部屋に運びました。その部屋にみんな集まって、ドルカスのことを思い出しながら悲しんでいました。その時、友達はペテロがこの地方にいると聞きました。そうだ、ペテロさんにお願いしよう。すぐにヤッファに来てください。彼女らはペテロに頼みました。彼が死んだドルカスのいる上の部屋に着いた時、主人を亡くした女の人、エモメたちが上着や下着を見せにペテロのところに集まってきました。これらはドルカスが私たちに作ってくれたのです。そう言いながらみんな泣いていました。けれどもペテロは言いました。皆さん、部屋から出てください。そして一人ひざまずいて祈りました。それからドルカスの方を向きましたよ。ドルカス、起きるのだ。あれ、彼女さん目を開けましたね。そして座ってペテロを見ています。ペテロはドルカスに手を差し出し立たせてあげました。皆さん、部屋に入ってください。ペテロは聖なる者たち、クリスチャンとヤモミたちを呼んで、ドルカスが生きているのを見せました。今度行くことはヤッファの隅から隅までして渡りました。そしてたくさんの人々が主を信じるようになったのです。ペテロはそれから長い間ヤッファにある海のそばの地で過ごしました。ある日、ペテロは祈ろうと思い、屋上まで上がってきました。もしペテロが町の塀を眺めていたら、三人の旅人が見えたかもしれませんね。旅人たちはペテロを探してここまでやってきたのです。これらの人はコイネリウスというローマ兵の召使いでした。コイネリウスは神様を礼拝する人です。彼はペテロを探すために自分の召使いを送りました。なぜって、幻の中で天使がこう言ったからです。コイネリウスよ、ペテロを呼びに会いなさい。彼は川の飯を作っているシモンという人の家にいる。シモンの家は海のすぐそばだ。ペテロはあなたがしなければならないことを伝えるだろう。ペテロが屋上でお祈りしている時です。神様はペテロに幻を見せられましたよ。それはまるで大きな布のようなものが地の上を押さえていくよ。その右上に動物や鳥がいますね。ペテロはこれらの生き物は着替えたものだと分かりました。それは神様を信仰しているユダヤの人はそれらを食べてはいけないという意味です。あ、突然何か声が聞こえましたよ。何を言っているのでしょう。ペテロよ、起き上がれ。殺して食べるんだ。おう、主よ、そんなこといきません。ペテロは神様に言いました。私は清くないもの、汚れたものは今まで何一つ食べたことがないのです。ところがまた声が聞こえますね。
二度目です。神様が清められたものを清くないなと言ってはならない。こういう声が三度も聞こえてきました。それからそののは天国へ引き上げられていきました。その幻はどういうことなんだろう。ペテロは考えている時です。神様やりました。ペテロ、三人の男たちがあなたを探している。その男たちと一緒に行きなさい。さて三人の男たちが、ペテロさん、聖なる天使がコーネリウスにあなたを迎えに行くように言われ、あなたを迎えに行くように言われたから、ここへ来たのです。と伝えたとき、ペテロは分かりました。このことはすべて神様が導かれているんだなって。ユダヤ人ではない人の家へ行く途中、ペテロは分かり始めたことでしょう。神様がすべての人々を愛していらっしゃることが、つまり神様はすべての国々にイエス様が世の救い主であることを知ってほしいと思っていらっしゃるのです。さて、ペテロがコーネリウスの家に着いた時です。彼はペテロの前にひれ伏して礼拝しました。どうか立ってください。私もただの人です。ペテロはコーネリウスに言いました。それから家の中にいるすべての人々に言いました。皆さん、ユダヤの人が他の国の人と一緒に仲良く助け合ったり、礼したりすることがどんな立法に反することか知ってるでしょ？けれども神様はどんな人間も清くないとか、汚れているとか言ってはならないと教えていらっしゃるのです。ペテロは、これらの異邦人、ユダヤ人ではない人に、イエス様は神様の御子であり、十字架上で亡くなりました。でもこの世の救い主として、もう一度蘇られたのです、と伝えました。その時です。聖霊が、皆さん、すべての上に降りてきました。すると、みんな神様を礼拝し始めたではありませんか。ペテロの6人のユダヤ人の友達は目を丸くしました。一体これはどうしたことだ？まるでペンテコステのよう、聖霊の賜物を異邦人にも注いでくださったのですね。それからペテロは今新しくイエス様を信じた人たちに洗礼を捧げました。異邦人のところで行くなんて何たることか。エルサレムではクリスチャンたちがペテロを叱りつけました。そこでペテロは彼らにコーネリウスと自分が祈っているとき見た幻のことを伝えました。これらのことを聞いたエルサレムのクリスチャンたち、もう何も言えませんね。静まって神様の栄光を称えました。神様は祈りを通してキリスト教の教会に教えてくださったのです。神様の愛はすべての人のためにあることをね。ペテロと祈りの力、神様の御言葉、聖書に記されているお話です。使徒の働き9章から12章。あなたの御言葉を開かれると光が与えられます。詩編119編130節。終わり。